皆さんこんにちは OB クラブ公式 YouTube チャンネルベースボールペディア2月の守備部門を担当します岩田です新公園寺にあるセノンスポーツゼロからお届けいたします初回のテーマは補給姿勢ですまず補給姿勢は、えー、グラブを地面につけますその時に あまり低くする必要もないですし高くする必要もないんでグラブがもうつく地面についてればこの姿勢で、OK、です次に取る場所ですね右すぎず左すぎずほぼおへその前自分が向けてるおへその前でグラブを置くこれが姿勢ですね。右手は、えー グラブ取った時に被せられる姿勢でそうなるとかぶせようとしする時に自然と姿勢は低くなるので、ね、あまりこうなりすぎずとか逆にこうなりすぎると足がつらくなるんでね細かいこう動きができなくなるんでこれぐらいの姿勢が一番理想です。取る時にこうなったりとか右足がちょっと後ろに下がって取るとかでなると。 自然的にこうグラブを落としたら体の向きもこっち向いてしまうんで体の向きがこっち向いてしまうんで,でそこで下ろすと左側になりやすいのでそこは意識しておへそを常にボールと整体させるっていう風な姿勢が一番いいですね。これを下げてしまうとグラブがこっち左側に移ってしまうんで逆にこっちを出してしまうと右側になってしまうんで右側で取るのも。 この矯正をする上では非常に有効かなと思うんですけどこっち側の右足を下げて取るっていうのはやめましょうこれがあくまで基本の正面なんででずっとつきまとうのがおへその位置ですねおへそのおへその位置がボールに対してまっすぐであれば全部正面なんでそれでこの辺の打球来てもおへそさえボールに向けてあげればこれが正面なんですこれが だよくこう正面で取れっつってこ,この辺来たのも無理やりこうやって入りに行く人が多いと思うんですよこういうふうに。じゃなくて体の向きおへそを向けてあげればそこの先にグラブがあればこれが正面なのでこれが全部正面になるこれが。これがねなので常に正面で取れっつってるからって体を全部入れに行くと、えー、ミスにつながるので。 この先、ずっと、えー、2部、3部と行きますけど常に正面って言ったらおへその前でこれが正面じゃないですからこれも正面じゃないですから常にボールに対して向けとけばこれが全部正面と思っておいてくださいで取ってからですねこの取ってからその次に投げるスローイングまで行きます取ったら必ず右足から動くようにしてください取ったら右足 なぜ右足って言ったらキャッチボールをやるのにも何でも右足にボールを乗ってから投げる左足に乗ってからまた右に乗せたらンステップ多くなるんで必ず取ったら右足から右足からその時に浮かない極力その姿勢を保ちながら出せば出してあげてから浮く分には大事です。 それを先に浮いてしまったらもう足の力が使えなくなるので、取ってから出す、ここまで頑張ってください、ここからいくら浮いても、まだ足に力が残ってるんで、いつも通りのキャッチボールをすれば、ボールはいくと思いますけど、取った瞬間にほっとして、体が起き上がってからステップしていくと、もう足の力が使えないんで、自分の思ってるボール、せっかく、ね、また当て取ったのに、その力が使えないで送球してしまうんで。 ブレが生じますんで必ず取ってからステップするときまでは右足で頑張ってください。そこからは普段キャッチボールやってる通りに投げれば正確なスローイングができますじゃあ実戦でやってみたいいと思います。 ですねあのー、必ず右足から動かないと左足から動くと取ったこれでは次投げないのでワンステップ多くなるのでそれだけ、えー、打ったバッターが走る距離が縮まってしまうので慌ててしまいまいす必ずこの正面で。 でよくボール、これ、来るんですけど、ボールを最後の最後で取ろうとしない、これは大事です、取りに行ってしまうと、横から見ると、取りに行ってしまうと、この出ちゃった分だけ足が止まってしまうんで、ここで取るのとここで取るの、大した変わらないんで、ボールは取るっていう感覚じゃなくて、ボールは入れてあげる。ボールはこう 収めてあげるっていうイメージの方が自分の軸のところまで持ってこれてからステップするんでそれの方が早いですね。これを出してしまったら一回もう足が止まってしまうので力も入って止まってしまうのでボールが最後自分のグラブ収まるまで我慢するようにしてください。視聴いいたただきありがとうございました次回は 左右の動きの入り方についてお話したいと思いますグラブを地面につけますおへそを常にボールと整体させます。おへその位置がボールに対してまっすぐであれば全部正面で取ったら必ず右足から動くようにして浮かない極力その姿勢を保ちながら出せば 本日は私が着用した T シャツにサインしたものを4回配信終了後に視聴者の方にプレゼントいたします詳細は概要欄をご覧ください